今回その新しいチームで新しいルックでっていうことで、やっぱり作品をもう完全にアップシードとしてもリブートするっていう、そこで物語の新たな出発点という意味を込めて、この映画をアップルシードアルファというタイトルにしたんです。どこまでいけるかなっていう挑戦でしかないかなと思ってるんで、いわゆるアニメーションの作品に声を当てるというよりは、実写の作品に洋画の吹き替えみたいな感じでセリフをこう紡いでいくっていうイメージが強かったですね。アイリス、よくやった。やっぱりスッとそこの世界にこういるって感じで入っていけたので、そこはだいぶお芝居はもしかしたら変わってきてたかもしれないですね。あら、丸腰の女に3人がかり。自主的な進歩もすごくあったり、スタジオとしての新しいチャレンジを何にするかっていったとき、今こそやっぱりアップルシードを新しい切り口でやるべきなんじゃないかなと。